岡県第一区山本豪生。この国の改革を成し遂げる山本豪生です。抜本的な改革から逃げてきた我が国の経済、社会保障、安全保障は国民の不安と国家の危機を招いています。問題を放置してきた金まみれの政治と決別し、私は汗まみれになって未来への責任を果たします。金まみれより汗まみれ、博多区東区の皆様、私山本豪生に一票を託してください。福岡県第2区本地幸寛。こんにちは、日本維新の会本地幸寛です。政治改革、社会保障制度改革、成長のための規制改革、教育無償化などにより古い日本を変え、成長する福岡を日本全体が後押しする司法制度改革で日本の未来を作ります。私本地幸寛に福岡の皆様のお力をお与えください。福岡県第3区瀬尾秀俊。2024年の日本の経済成長率は G7 最低で、190カ国地域でも172と見込まれ、実質賃金も減少しています。このありえない低成長は自民党が既得権益を守り続けていることが原因と考えています。新たな技術やアイデアを生む力が日本にはあります。新しい機会を奪っているこの体質を変え、しがらみを断ち成長する日本を作ってまいります。福岡県第4区阿部博樹。こんにちは、福岡4区維新の阿部博樹です。維新の議員は報酬を自らカットし、被災地などに寄付しています。税金は皆さん国民のために使うもの、子どもたちの教育無償化、高齢者障害者施策などを充実していきます。国民に増税を強いるのではなく、裏金脱税、金権政治打破を目指します。福岡県第5区松尾義満。日本維新の会松尾義満です。今まさに国民の生活を脅かしている物価高騰、失われた経済の30年、これは国の産業投資政策の失敗です。日本経済復活には国民生活の安定、新産業の開拓、所得制限のない教育無償化の実現が必要です。政治を、経済を、日本人の未来を取り戻せ、熱い政治理念で国を動かします。福岡県第6区福成健太。皆様こんにちは、日本維新の会福成健太です。政治への不信、経済への先行き不安が高まる中、今の日本に必要なのは仕組みの変革ではないでしょうか。私は次の世代へつながる新しい政治を実行します。福成健太に福岡県の皆様のお力を与えてください。よろしくお願い申し上げます。福岡県第10区福本隆。こんにちは、日本維新の会福本隆です。次世代のために今を変える、今の政治を見直し、未来を担う若者たちのために希望ある社会を作ることが私の使命です。無駄な税金の使い方を徹底的に改革し、安心して暮らせる環境を整えます。どうぞよろしくお願いいたします。福岡県第11区村上智信。村上智信です。日本が高い経済成長をできていないのは、将来を心配する方たちが貯金をして消費を増やさないためです。そこで最低所得保障制度を実現し、貯金が消費に向くようにします。私村上智信にあなたの一票をお願いいたします。長崎県第1区山田博士。長崎の皆様、日本維新の会山田博士です。私は家庭の状況に変わらず、自分の夢と希望を持てる社会を作りたいと13歳の時に政治家を志しました。政治にかける情熱と強い覚悟を持って、新しい長崎日本を作ってまいります。私山田博士にお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。長崎県第2区
横田智弘。日本維新の会の横田智弘です。政党職員として国政の現場で目にしたのは、言葉に責任を持たない不誠実な政治家たちの姿でした。私たちは議員報酬の削減や企業団体献金の廃止など提案するだけではなく、すでに実行しています。誠の政治を取り戻し、日本の未来を切り開きます。横田智弘に皆様の一票をよろしくお願いいたします。長崎県第3区井上章一郎。井上章一郎です。今のままで子どもたち世代に胸を張って社会を引き継ぐことができるでしょうか。これが私の問題意識です。既存政党では政治が変わりません。長崎の皆様に日本維新の会という新しい選択肢を、しがらみだらけの政治を選択します。有言実行の日本維新の会、井上章一郎に皆様の一票を託してください。熊本県第4区八神正義。こんにちは。日本維新の会、八神正義です。少子高齢化で人口減少が止まらない今の日本、農業商業など後継者不足も深刻です。地域の実情を知り、国民の願いに応える政治家を目指します。八神正義に皆様のお力を与えてください。よろしくお願いいたします。宮崎県第1区富山いつき。日本維新の会の富山いつきです。私は利権団体や宗教団体の支援を一切受けずに政治活動を行っております。しがらみがないからこそ思い切った改革ができる。私は本気で日本の改革に取り組み、国民の皆様の生命と財産を守ってまいります。富山いつきに皆様のお力を与えてください。よろしくお願いいたします。鹿児島県第2区辻健太郎。鹿児島2区支部長の辻健太郎です。日本の政治の根本的なズレは、微修正では解決できないところまで広がってしまいました。現状維持にしがみつくのではなく、本質的な解決へと舵を切らなければなりません。子どもたちの世代へ、未来への責任を果たすために今動かなければなりません。皆様と共に進ませてください。沖縄県第2区赤嶺昇。赤嶺昇です。国会議員満足の政治ではなく、国民納得の政治を貫きます。物価高騰対策、経済成長による国民所得の向上に全力で取り組みます。沖縄県民所得の向上、教育の無償化、日米地位協定の改定に全力を尽くします。沖縄県民の皆様、共に日本を牽引する沖縄の新しい未来を築きましょう。沖縄県第4区山川康弘。ハイサイグスーヨーチューガナビラ。日本維新の会、山川康弘です。沖縄は祖国に復帰して52年が経過しましたが、いまだに県民所得やこの貧困率など全国ワーストがたくさんあります。それを解決するために、政治改革、統治機構改革、教育無償化、自立経済に向けた出口戦略を必ず実現させます。皆さんの大切なお金、どこに使われてるんですか？どこに流れてるんですか？現役世代が損をする社会、それでいいのか？政治家の仕事は現実を変えることなんです。財源って増税や社会保険料だけですか？改革の向こうが夢や希望がある。先送り、現状維持を許さない政治改革と将来世代への徹底投資で、古い政治を打ち破れ。日本維新の会。